今日は新庄村でやってきました。桜がね、綺麗な場所ということで来たんですけど、駐車場はどこかな？まず先かな。真庭市ですね。その財力があるから、まあそういうは基本人の役も受けた。ああ、じゃあここはもう中心というか町の中、まあ、本人がこの斜め上にありますから、はい、まあそっちはメインですけど、ここはサブです、ね、ああなるほど、わ、はい、かりました。ちょっと、ま、確認して、はい、はい、ありがとうございます。
先生、ありがとうございました。あの通り歩いて10分15分ぐらいの距離の町、宿場町が結構桜が綺麗に咲いているということですね。